EELT の完成予想図を収、超大型望遠鏡は、ヨーロッパ南天天問題が地理に建設中の、合計39メートルの次世代、超大型望遠鏡である。初めて望遠鏡に光を入れる、ファーストライトは、2025年を予定している。技術的な制約により、単一の鏡から構成される、望遠鏡では、合計の最大は、約8メートルに限られる。 この制約を突破して、より大光景の望遠鏡とするため、ELT では一辺1.4メートルの六角形の鏡を798枚組み合わせ、光景39メートルを実現する。ELT では大光景による大磁光力、航空間分解能を生かし、ハビタブルゾーンに存在する地球サイズの系外惑星の大気の調査を行う。また、近傍銀河における、 星の考古学によって銀河の歴史を明らかにすることのほか宇宙で最初の星や最初の銀河を観測することにより宇宙論研究にも貢献する。この計画の費用は2018年の経済状況に基づけば11.74億ユーロと見込まれている。ELT は地理共和国北部のセロアルマゾネスに建設されている。セロアルマゾネスは アタカマ砂漠にある標高3046メートルの山であり、アントファガスタから約130キロメートル南に位置する。同じくヨーロッパ南天天問題が建設した超大型望遠鏡 VLT のあるパラナル山から約20キロメートルの場所にある。望遠鏡の主要な仕様は以下の通りである。ありがとうございます。